メギドメギドはイスラエルにある丘であり、神学的、歴史的、地性的な理由により知られている。26層の古代からの遺跡が積み重なっている。イズレルの谷の南西、カルメル山を通る道の先端、地中海側に位置している。メギドは古代世界において重要な場所であり、エジプトとアッシリアの交易ルートを支配していた。こういった主要なルートの交点に位置することにより、 メギドやその周辺地域は歴史を通して様々な大きな戦闘を経験している。この地には紀元前7000年から紀元前500年まで居住者がいた。紀元前1478年にエジプトの王と止メス三世がこの地において戦争を行ったことにより古代エジプト人によってこの地を言及する記録が存在する。上、エジプトにある トトメス三世の神殿にはヒエログリフで詳細に、この戦争について描かれている。聖書には、海の道の名で登場し、ローマ帝国時代には重要な戦略路として位置づけられ、ウィア・マリスとして知られるようになった。現在のメギドは古代、メギドから少し離れたところにある。近接するメギド山は、ハルマゲドンの語源となっている。 メギドの戦い、トトメス三世率いるエジプト軍とカデシュ王を率いるカナン連合軍との戦い。メギドの戦い、ネコ二世率いるエジプト軍とユダ王国との戦い。メギドの戦い、第一次世界大戦におけるイギリス軍とオスマン帝国軍との戦い。ありがとうございます。